third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. はい、今日は何の日ですか？父の日。まあまあそうですけど、ここで父の日をパーティーするってことですか？今日はこのバローレン、我が社が誇る最高級最高峰ブランド、はい、バローレン、前にも動画で、はい、まあ、90系のノアとボクシーのエアロを開発しますっていう動画を上げてんけど、あ、そうですね。まずボクシー、はい、デザイン完成しました。はい、あ、完成したんですね。そう、まあ、その前に一つお知らせがありますので、はい、はい、ディズニーペアシェイ、これ皆さん見覚えありますよね？あります。6月末までジールがチャンネル登録1万人いきましたと、はい、大盤振る舞いのイベント、なんと1等プレステ5。いやー、すごいですよね、はい、本当に普通に今手に入らないんでね、はい、わざわざ転売屋から買って、裏の話じゃないですか？はい、まあそれぐらい意気込んでるっていうことや。まあそういうことですね。そうです、はい、ということで、こちらの詳細の動画どうぞ。ただいまジルではチャンネル登録1万人記念でプレゼント企画を開催中です。チャンネルコミュニティに応募方法などの詳細を載せているので、ぜひ一度そちらをご覧ください。普段ご視聴いただいている方でチャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をしていただくと応募可能なので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、皆さん本当に抽選6月の末、6月30日まで決心有効。そうですね、これはもうやるやらんとかじゃなくて、とりあえず送るしかないでしょっていう、はい、いや、もう当たる確率で言ったら結構でかい、高いですもんね。結構でかい、じゃなかったらもう僕がもらいますよ。いや、僕はもらいますよ。まだ応募してない、タイガからのハガキ来てない、俺からのハガキはもう届いてるから。あ、送ります。まあ皆さんぜひぜひフルってご参加ください。はい、はい、お願いします。お願いします。ということで、まあ今日の本題なんですけど、このバローレンエアロがやっとや。結構長かったですよね。はい、ちょっとあまりにもふんがふんが言いすぎてな。はい、もうこうでもないああでもないっつって、はい、はい、かなりやり取りして、何ヶ月だったん？3ヶ月ぐらい やったんじゃん。わー、そのデザインがアーダコーダー言ってましたよね、うん、最初は鉛筆でね、インスタグラムとか見てる人は知ってると思うんですけど、はい、これ見てください、これ鉛筆すごいですね。そう、でもまあエアロついてんなーっていうのは分かるぐらいの感じであるんですけどね、うん、これが、まあ、3ヶ月の時を経て、まあ、今回は一般的にエアロってどうやって作ってるんやろうとか、多分視聴者さんとかあんまり分からないと思うんですけど、まあ簡単に言うと従来のやり方というか、今までって80系のボクシーのリアガーニッシュ、うちアバンティって作ったやん。あ、はい、リアガーニッシュそれ作った時の写真がこれやねんけど、あー、なんか茶色ですね。まあ簡単に言ったら粘土。粘土ですか？そう、まず粘土バーってつけて、はい、そこから削ってこういうエアロの形にしていくっていう、そういう作り方なんですね。結構斬新というかアナログな感じやろ。そうですね、これ実際に粘土みたいなやつで作って、まあ、これで OK ですってなったら、はい、これにファイバー貼って、それで型を作るってことですか？まあこれ粘土で今は柔らかいねんけど、はい、もう結構カチカチになる。あ、そうなんですか？そう、だからまあ簡単に言ったらこの硬化したやつでニュッと押し込んで型を取って、はい、その型が出来上がったらそれにファイバー貼って、そのファイバーを抜くとエアロになるっていう。ああ、そういう工程なんですね。そう、こっちはどっちかって言ったらもうほんまにこういうデザインってなっとったらもうこれ通りお願いしますやねんけど、はい、今までジールはエアロパーツに関してはやったことなかったんで、はい、今回はこのクレイっていうねんけど、クレイっていう方法じゃなくて最新の技術を使って、はい、ドン、これ 3D の CAD データですね。
なんか建築関係とかで使われるやつですか？そう、これ 3D の CAD データです。で、もうそれでデータでそこからもう作っていけるみたいな感じってことですか？そう、まず流れで言うと、うちに車が入ってきた段階で一旦そのままエアロ工場の方に入庫して、はい、で、特殊な粉とかをつけて車の寸法とかこの凹凸とか全部 3D のこのデータに起こすための測定をすんねん。おお、なるほど。そう、だからもうこれ電車と同じやねん、言ったら。あ、大きさはです。そう、だから例えばの話やけど、バンパータイプのエアロ作りたいってなると、はい、このここのミリ波レーダーの位置とか、はい、センサーの位置とかは CAD データがあったらその純正と全く同じ位置にはめれるっていう。おお、めちゃくちゃすごいですね。そう、だからもう寸分の狂いがないねん、こっちの方が。いや、もう向こうは職人さんがどっちかって言ったらやるから、はい、まあ右と左とかやったら若干の誤差みたいな。ああ、そういうことですか。うん、出やすかったりとか、もうほんま手仕事やからあれは、はい、うん、こっちはもう完全データ化。ああ、データの方が強いですもんね、やっぱり。デジタル、はい、デジタルの力ですわ。これちょっと分かりやすいんけど、はい、車全体ちょっともうエアの線引かれてるんですけどね、このグリルとか、まあ、どういう形かちょっと分かりますね。で、まあ、ちょっと諸事情により、はい、このここから下は測定してあるんですよ、必要な部分は。この上は、アルファードが載ってます。あ、そうなんですね、はい、アルファードとボクシーニコイチしたんだ。そう、ニコイチ。まあ下しか必要ないから、このボンネットフードあたりから。あ、まあそうですね、天井とかくくるわけじゃないですもんね。そう、だからちょっと若干おかしいっちゃおかしいねんけど、まあこれでデザインを起こしていくねんけど、はい、さっきの鉛筆のやつもうこれだけでも結構ほんまやってなるやろ。はい、うん、いや、なんかもう鉛筆のやつがそのままできたみたいな感じですね。そうやろ。はい、どこから見た感じ、まあ車ぐるり一周言ったら測定してあるわけ、これ。で、俺がやってきたのは、まあ、例えばやけど、はい、このフロント周りに関してとかで言うと、はい、まあ、まず向こうの CAD を書いてくれる人がおるねんけど、はい、その人が、まあ、こういう感じでどうですかって言って やってみて、言ったらまあ 3D やから上からも覗けるし。あ、そうなんですね。どれぐらい出てんのかなとか、あとはこの純正のバンパーから、俺がやっぱ一番大事にしたのはこの純正のバンパーからもう2センチも3センチも大きいエアロは嫌やったから、はい、だからこれ、あ、ずっと形をこうしてああしてここもうちょっと張り出してとかやってみて、じゃあこれ今って純正のバンパーより何ミリ下まで行ってますっていうのが、はい、この 3D CAD データやったらもうバチって出んねん。あ、全部出るんですね。そう、あ、すごいですね。で、そういう感じでずっと書いていって、はい、まあ例えばやねんけど、ここをもうちょっとこうしてほしいですってなると、はい、線で引っ張った時に違うところも言ったら出していかないおかしくなるから、そういうところがひっついてくんねんか、ぐーっと。おお、はい。まあ逆を言うと、入れていったりすると、あ、これはちょっと例えばやけど、長さがなさすぎたりすると、はい、その奥行きがないから、あ、ちょっとこれやったら純正のバンパーと当たっちゃいますとか。あ、そんなんも分かるんですね。全部分かんねん。うわ、すごい。そう、だからもうそんなんとかで、ね、もうずっとこうやってもう眉間シワもういってんじゃん、もう肩ちょっと伸びてます。そうや、はい、ずっともうこうやって「いいですよね」とか言って、はい、まあそれは冗談やねんけど、まあそういうモンドをずっとやっとったわけ、はい、あ、なるほど。結構行ってましたもんね、うん、ちょっと行ってくるわって。そう、まあ途中経過というか、ほぼほぼもうこの辺とかな、もうほぼイメージに近いねんけど、はい、これとか途中経過のやつですね。おー、まあ、途中経過でもほぼなんか分かってるような感じですね、うん、もう最終形態が。この3点に関しては見てもらったら分かるねんけど、もともと俺はほんまフラップのエアロで行きたかって。あー、フロントもシンプルなフラップ。はい、まあなんでかって言ったらこの写真の感じとか好きやった。まあちょっと映えますもんね、やっぱり。やし、まあ一つ言っていい、はい、うん、フラップやったらもうデザイン考えないでいいか。まあ、そうですね、うん、そのまま形通りに下に、え、そうそう、もう下にパーンってつけたらいいだけだから、はい、まあもう そうしようと思っとって、はい、うん、やし、コストもかからん。ああ、そうですね、株下がったりしてね、材料代とかも少ないってことですか。材料代も少ないし、もう言ったら肩飛んでも簡単やから。あ、そういうことですか。そう、だけど、まあフラップのエアロやったら、まあ何社かやるっぽかったから、はい、それやったら思んないなと思って、正直。だから急遽もうハーフタイプに変えたんですよ。
あ、そういうことだ、ね、そう。だけど、ハーフタイプやけど、ちょっとフラップっぽいデザインを残したいなと思ったから、はい、この下、黒い部分のこれ塗り分けしてるんですけどね。あー、なるほど。フラップな感じにしてるんですよ、はい、これ。一応見た目は、まあ、ハーフやけど、うん、ちょっとパッて外、遠くから見たりしたら、フラップっぽい感じも残してるみたいな。そう。あー、なるほど。もうこんなの全部途中経過やん、これ。あー。これ。これよく見といてください。はい。この反射板のとことか。ああ。横とか。横は最初これも1枚もんでいく予定やったんですよ。大体でも1枚じゃないですか。1枚も。はい。やねんけど、やっぱりまあもう嫌っちゅうほど牧師やってるじゃないですか。はい。お子さん踏むじゃないですか。踏みますね。真ん中で切って2分割のタイプにすることにしました。2分割にするんですか。80系の時はまだ4センチ5センチぐらいの出づらやったから、そこまで乗り降りに支障はなかったんですよ、はい、ああなるほど。だけど90系になって倍、え、10センチ近くってこと。10センチ近くなるんですよ。結構出さないとダメですね。めちゃくちゃ邪魔やねん。だからかっこよさもそうやねんけど、まあうちは実用性もやっぱりなかったらあかんっていうことで、はい、2分割真ん中で切って2分割にしました。なるほど。だから取り付けに関しては助手席のドアの取り付けとスライドドアの取り付け、はい、であとはこのフロントフェンダーのとことかはもうこう稼働するように、あ、そういう感じ作ります。なるほど。であと細かいところのこだわりは、これただの板じゃなくてここに壁作ってるんですよ。この純正のサイドパネルとこのフラップの出っ張りの部分の間ちょっと引っ込めて壁作ってるんで、ここスコスコやねん純正。あ、そうなんですね。ちょっとアーチになってるってことですね。そう。だからここは壁を作って、そして横から見た感じは壁を作ってフラップ折るっていう。あー、なるほど。そう、そういう感じ。まあ、そしたらまっすぐも見えますしね、うん、横から見た時めっちゃ綺麗や絶対。なるほど。そう、ここがただの板やったらほんまここがね、スカスカやねん。あ、やっぱそのアーチになってるところがついてしまうんですね。そう、この辺りで言うと全然フラップでもいいねんけど、もうぐーっと真ん中にかけて上がるんで、はい、だからまあここも結構こだわりました。ちょっと壁作ってこう埋まってる感じにしたいんですよって言って。ああ、なんか向こう側見えるのもちょっと嫌ですよね、うん、なんで当たり面の壁を作ってます。はい、ああ、はい、そうですね。横に関してはそんな感じやねんけど、はい、これとか、まあ、フロントグリルとかもうこんなんもうめちゃめちゃ叩きん時やねんけど、で今回まあ完成したんです。これグリルもちょっとおとなしめというか、そうですね、そう、あんまり引っ張りすぎたらなんかちょっとなと思ってんやん俺個人的に。はい、ああそうですね。そう、これよりもうちょっと短くていいですってつけるのも大変やし。はい、ああそうですね、そう、やっぱりなエアロは発送する時のことも考えなあかんから。ああそう、あんまり大きすぎると送料お客様にかかってしまうんで。そうですね。そう、そういうとこもまあやっぱり実際にやってるから、はい、うん、やっぱりそういうところもこう考慮しながらできるというか、はい、これがただのエアロメーカー俺らがなエアロ作って売るだけやったらなかなか自分らで取り付けたりすることとかもないやん正直。そうですね。とりあえずもう何でもいいからかっこいいエアロ作って販売するぞやん。はい、まあ、その中でもやっぱりその実用性を考えつつ、はい、まあ、なんて言っても専門店ですから間違いないです。まあそうですね。そう、今まで培ってきたなこのノウハウというか、はい、フロントに関してはこんな感じで収まってます。あ、下っ側のメッキもなくなるんですね。そう、バーンって大きいメッキついてましたもんね。そうそうそう、あ、それはもう全部覆う感じで。ああ、それがなくなるだけでもなんか印象だいぶ変わりますね。そうやろ。はい、まあ、アップした感じがこういう感じやけど、フロントのこだわりは、まあ、さっき言った感じで横からつながってきてのフラップデザインはそうやねんけど、はい、でメッキ隠すで、あとは、まあ、やっぱり俺らっていろんなメーカーさんのエアロつけるからさ、はい、よし悪しっていうのわかるやんか、はい、ここのエアロメーカーはこうやなとかあるやん。ありますね。だからそういうところのいいところだけ全部取ってるから、はい、フロントスポイラーってあんまり大きすぎると重たいんで、はい、最初は綺麗かったとしても時間が経つと重力でエアロが下向いてきてこの辺りとかがついてきたり、はい、あ、エアロが簡単に言うとずってくるんですよ。はい、だからジールはそういうところも考えて、はい、上にできるだけ乗っけれるようにのりしろを作ってほしいって言って。
あ、そうです。そう。だからこの白母塔のとこも純正バンパーに乗っかるし、はい、あとこのロアグリルの部分も乗っけてしまうから、はい、あ、全部が乗っかるんですか。そう、やし、あのそこまで大きくしてないから、はい、その辺も考えてやってます。あ、それに低くもなってるってことですか。そう。あ、なるほど、うん、もうその辺もバチバチに考えたから、ほんまに、はい、結構大きくなるとね、ほんまエアル自体が重たいんで、どん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 こういうところが隙間出てきたりして、もう俺はやっぱ個人的にそういうのもうめっちゃ嫌やから。気になりますもんね、やっぱり過ぎてきたら。そう。だからもうそういうところ、細かいところまで結構こだわって打ち合わせして。はい、あ、なるほど。そう。いつもはあのこの CAD データ作ってる人もそこまで打ち合わせせえへんってこと。あ、そうなんだ。やっぱりデザイン投げて、これでってなったら、あ、OK です。っていう感じらしいです。ああ、うん、結構そうなんですね。そう。やっぱりずっと専門店さんで自分らでエアロやってるだけありますねって言われた。ああ、うん。まあ、何回行ったことかも分かんないぐらい行ってますよね。そうやね。はい。フロントはまあそんな感じで、グリルのデザインもこういう感じで、真ん中はちょっと落として。ああ、それちょっと何段階になってますか。そう。段階になってますよね。なってんね。ああ、そこもなんか。だからこの真ん中だけで塗り分けしてもいいしみたいな感じにできますね。そう、いいですね。かっこいいやろ。はい、かっこいいです。で、あと後ろなんですけどね、もうここが一番もう大変やった。あ、後ろの方が大変やったんですね。そう、これ後ろ、はい、ちょっとアップいこうか。はい、はい、ドン。さっきリフレクター2個あるの見とってくださいねって言ってんけど、はい、1個なっちゃう。1個になってます。はい、ここの反射板のリフレクターが実はカバー、ここの黒いカバーリフレクターのところがリフレクター交換できんくなってたんですよ。ああ、あのギアバンパー外しましたね、動画。そう、もう圧着してあったんで、はい、これはまずいぞと。ジールのお客様がリフレクター絶対光らせるぞと。でバレンティさんに聞いたら、まあ作る予定はしてるんですけど、あ、これもう1年半2年ぐらい多分かかんなって、俺の肌感今までの。ああ、うん、開発まで。そうで、エアロつけてからそこ変えるってなると、もうここごと絶対交換になるんで大変やっていうことで、はい、もう僕は考えました。はい、もうそこ隠しちゃう。エアロで隠してしまうってことですね。そうで、ここのリフレクターは70系のボクシーとか、はい、20系のアルファードベルファイアのトヨタ の, あのタイプ1っていうのかな。ああ、なんかそんな感じ の,、うん、のリフレクターをはめる感じにしました。あ、そうなんですね。そう、リフレクターを隠して新たに新しいリフレクターをそういっちゃうってことですね。うん、でここのリフレクターはもうエアロを購入してもらったら純正のリフレクター、はい、純正部品ですね、はい、あ、それはもうつけるっていう形で。あ、反射板の方で。そうで、まあジールとかでコンプリとかご購入いただくお客様とか、はい、まあこのバローレのエアロご購入後からいただいて、ご自分でどこかでつけられる時とかは、はい、タイプ1のリフレクターつけてもらったら、はい、LED のリフレクター取り付けできるように、あ、はい、やってます。されてるんですね。そうだから、ここのリフレクター変えるから、後ろに言った純正のリフレクターもおるから、はい、もう俺はな、もうなんせ切ったりとかすんの嫌やったから。ああ、そうですね。結構あれやん。はい。もうやっぱりこう、純正のまま取り付けるっていうテイストでやりたかったから、はい、ここのリフレクター、純正の上から付けるタイプにしてて、裏のビス止めても干渉しない、ギリギリで収めてるんですよ。おー、なるほど。その辺も CAD データやからこそ計算できるっていう。あ、パスナビありますよ。そう、そうなんですか。で、あんまり出しすぎてもめちゃくちゃ分厚くなってしまうから、はい、できるだけ抑え、抑えて、まあ、ほんま抑えつつギリギリのところ進めてるっていう感じですか。そうで、あとはここのなんか中途半端やなって思うやろ。はい、ここのタイが覚えてると思うけど、この部分なんかあったやん。あ、ケインフックありました。そう、ケインフックの、はい、このここの右側だけカバーポンと外れるんですよ、はい、この部分だけ外れましたね。そうだから、ここまでも隠したってもよかったんけど、正直、はい、でもいや、あかんと、使えた方がいいっていうことで、この高さにしてここのカバー外せるようにっていうデザインでこれに着地しちゃった。あ、その辺まで考えられてるんですね。そうやね。でここの
このまままっすぐ行くとこのソナーとちょうど当たってしまうから、だけどここちょっとだけピッと落ちるだけやったらかっこ悪いなと思って、はい、だから一回ここはもう立ち上げてしまって落とし込むっていう。あ、でここもプレスライン入ってるから横から見た時に断面図で言うとちょっとこうカクッとしてるわけ、はい、あ、なるほど。そう、こんな感じで、あとはもうボクシーの今までのもうずっとの流れなんですけど、はい、このやっぱケツ上がりに見えるんで、ケツ上がりを解消できるようにちょっと重たくして、はい、あ、そうなんですね。あ、ほんなら後ろの方がちょっと下がる感じになるってことですか。そう、あ、そういうことなんですね。だけどここはできるだけ落としてないから一番低い部分。あ、そういうことですか。そう、純正はどっちかって言ったらちょっとこう上がってるんですよ。それをこう落としてるって感じですね、エアロで。だからほんまは純正バンパーやったらピーって上がるところが、こっちはより直線っぽい、だけどちょっと上がってんで、若干上がってますよね、うん、みたいな感じも。っていうこの角度ももうずっとどうですかって言われて、ちょっと一回引いてもらっていいですか、もうちょっと下げっすねなるほど。そう、ずっとそういうな、はい、細かいところ。あとはこのやっぱりマフラー4本出し、はい、うん、ここまでやるんで、これも問題出てくるんで、やっぱここのエアロ落としすぎたらマフラーにここが当たっちゃうとか。あー、なるほど。で、もう俺の中ではこのフラップ横から来た時の終わりがマフラーの半分ってもう俺のイメージ決まっとってんやん。マフラーの半分、そう、ここ、あー、場所がですか。うん、がこう一番こうデザイン的に絶対かっこいい、はい、あ、なるほど。そう、ここがマフラーより下行きすぎても絶対かっこ悪いねんや。なんかちょっと包まれてる感じで、そう、そうですね、インパクトでかけるか。そう、絶対このこれも黄金比やから、はい、うん、皆さんエアロ作るときあったらこれ黄金比っす。いや、多分このほんとにあ、ない作る人はいないと思う。これ勝手に俺のもう黄金比やな。で、マフラーとさ、高さとか合わせてしまうと、はい、マフラーついてる感もなくなってしまうと。あ、そうですね。そう、だからまあこれがあの僕が編み出した黄金比のスタイルですね。なるほど。で、真ん中はちょっと落とし込んで塗り分けできるようにしました。あ、そこの今グレーっぽい黒っぽいようになってるところですか。そう、塗り分けしてもいいし、はい、で、あとここの白い部分はちょっとこうこの黒い部分よりは出てるって感じですよ。あ、なるほど。そう、逆に塗り分けの仕方によってはそこだけ塗り分けとかもできるってことですね。あ、なるほど。で、あとはまあいろいろ考えてんけど、ここもちょっと遊ぼうかなとかフィンつけたりしようかなとか思ってんけど、はい、やっぱり僕の好みで言うとできるだけシンプルな方が俺は好きやから、はい、もうあえて触らなかったです。ああ、ちょっとやっぱあえてシンプルめに。そう、まあ最初がフラップって言っとったんで、そんなにそれぐらいシンプルの方がいいかもしれないですね、うん、でも弾いてる感じやとめっちゃかっこいいやろ。はい、かっこいいです。うん、こんな感じですね。これで今もやっとデザインができて、これ言ったら今叩きじゃない、これでやっとデザインができて、まだちょっとかかるんですか。この 3D CAD データでやるときは、はい、次言ったらさっきのクレイと一緒で肩を取ったりしなあかんから。ああ、そうです。そう、まずこの 3D のこの CAD データを切削って言って、はい、切削、切る削る、はい、切削、あ、切削データっていうのを作って、はい、その切削の業者さんに投げます。あ、そういうことなんですか。そう、で、簡単に言ったら発泡スチロールを切削して、この型がバーンって機械がやってくれて、この型ができんねん。機械がそんなの作ってくれるんですか。で、一回切削のデータのやつでファイバーを貼って、はい、ほなこの野郎が出来上がるわけよ。あ、そういうことですね。で、一回目はその切削のやつに貼り付けたやつを抜いて実際に原車につける。で、ここをもっとああした方がいい、こうした方がいいっていう細かいところを実際に原車につけながらやって、両面テープの貼り代、ビスはどこ止めるっていうところとかをそこで最初の打ち合わせして、で、はい、それで、まあ、実際にこれでいきましょうってなったら、はい、次は本ちゃんの肩を取る。あ、え、肩作ったらまた肩作るか。さっきの切削のやつはまあ簡単に言ったら発泡スチロールやから、はい、抜けても3回か4回ぐらい。あ、素材が柔らかいんですか、その相手の。うん、柔らかくない。あ、硬いねんけど、まあ、ボロボロこうついてきたりするから。あ、そういうことなの。ボロボロになってくるの。
だからほんまのちゃんとした型をそから作るもう一個作るね。ほら試しでこれで作ってそうちゃんだったらまたちゃんとしたやつを作ります。そうそうそう、だから切削はだからもうサンプルだけみたいな感じやん、はい、それで最終ほんまにつけてみて、まあ絶対細かいところ出てくるから、この止めるところとかは全部まだ打ち合わせしてないから、あ、すぐです、うん、これからなんですよ、そこは。そうだからそういうところとか最終の細かいところはそれで打ち合わせして、はい、これで OK ですってなったら完成、製品化していくっていう流れ。完成ですね。そう長いですね結構、うん、夏終わりぐらいめどに今どんどん進めていってるんで、あまあ、正直価格とかまだ何も決まってないんですけどね、はい、もう予約は受け付けますんで、はい、まあ、俺の中である程度の予算はもう決まっとうから、ハーフスポイラー何円とか、あそうです、金額はそうある程度決めていってるから、はい、まあ、正直製品化ならんかったらバチって出えへんけど、まあ、そうですね、結局どういう感じでコストかかるとか、うん、でも車の納期がどん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 かかっちゃうんで、それでもまだこれから納期かかってしまうから、夏ってなるとまた2ヶ月3ヶ月後やから、もう楽勝の来年になってしまうから、あそうですね、だからもういち早くバローレンの野郎でコンプリートかやってくださいよっていう人は、はい、もう全部価格特別価格というか、はい、作ってもうコンプリートの価格もバチってやりますんで見積もりします、はい、ああ分かりました。だからまだカチッとはできてないですけどね、まあもうこのまんまですわ言ったら、はい、うん、まあまあほぼ完成みたいな感じですね。そう、これ気に入ってくれてぜひともコンプリとかお願いしますっていう方は、はい、問い合わせもらいましたらやりますんで、で実際この写真とか見てもらったらよくわかるんで見てください。まあ今日はそんな感じのお知らせというか、すごいよこの CAD データ。いやーその 3D で出せるっていうのがすごいですよね。だから俺らみたいな、まあ、初心者に優しいやろ、わかりやすいやん、だってもうこのまんまできるからな、ね、ほんでなんかこの場所に対してこんな感じで形できてますよみたいな、で何センチ出てますとか全部わかるっていうのが初心者に優しいですね、うん、正直社長にはまだ言ってないけど、はい、エアロを作るって言ってて、まあ、予算どれぐらいって言って、はい、まあ、このぐらいですって言っとってんけど、はい、キャドデータ倍する倍、マジですか、倍それ言ってないですか、言ってない、この動画でバレますんで、カットしてみ、あ、わかりました、カットします、タイトルだけ、特別、はい、あほんまに倍した、はい、視聴者さんにはアルファード1台買えるんで、マジですか、うん、まあそれぐらい、はい、俺が意気込んでるから、はい、ちゃんとカットしてください、ふんがふんが言うてるから、はい、燃えてるやろ後ろ、体全体燃えてますね、完全に今エフェクト入れといてな、はい、燃えてますか、あ、はい、まあめっちゃかっこいいやろ、はい、うん、ほんでまあ10月になんかボクシーとかノアの大きいミーティングがあるらしいねんけど、はい、そこもちょっとお呼ばれしてるから、はい、そこでもうお披露目したいからっていうことはちょっと伝えてんねん、あ、なるほど、そう、それまで間に合わせてみたいな、うん、まあ絶対間に合わせてもらおうで、そこは、はい、気になるっていう人は、はい、ぜひお問い合わせください。めちゃくちゃかっこよくなることは間違いないです。いやー、これかっこいいですね。あ、そうや、そうや、そうや。これ、ノーマルっすもんね、ホイール。まあまあ、ノーマル、はい。車高がノーマルなんで。こんなこともあろうかと、増田に用意してもらってます。はい。このボクシーに乗ると、まあ、夏、海に行くとこういう感じです。海に行くとこういう感じですね。なるほど。合成感強い。まあ、でもホイールもなんか、南国。それなんかキャンバーついてないですか、しかも。キャンバーついてます。ですよね。5度ついてます。5度ついてますね。はい、あとはまあちょっとこうアウトローな感じ。迷い込んじゃった感がすごいけど。はい、うん、なんかもう全然違うときました、ね。まあ、どう？これモテるで。はい。海行ったら。そうですね、うん。ちょっとローダウンが過ぎる気もしますけど。まあケツメイシの夏の思い出でもかけながら。彼女と。はい、そうか、狙ってる女の子とか、はい、後で言ったらもうこれだけで、そうですね、こういうロケーションでこの壁に2人でこういう感じで腰掛けて喋ってるみたいな、あ、皆さんイメージできますか、はい、できますね、めっちゃめっちゃいい、はい、まあ、めっちゃかっこやろ、でも、はい、うん、これはもう間違いない、いや間違いないですね、うん、こんな感じで、はい、今日は結構長々と喋ってしまってんけど、はい、間違いなくいいのができるように、まあ必要経費やからこれは、
倍かかってるかもしれんけど、これは必要経験。そうですね、うん、やっぱりな、作って、ちょっとこうした方がいい、良かったなっていうのがクレイやったら出るなと思って俺。あ、やったことないから。もうこの 3D キャノンに関してはもうこの時点で俺もう納得して持ってるから、これやってるんですよ。せん、はい、うん、もうこれもうよりなんていうの、かなりもう製品ほんま寸分の狂いなくできるんで、はい、あのまたエアロ出来上がったら、はい、DIY とかでもできるように、あのつけやすい、はい、あのエアロつけにくいエアロっていうのがあるんですよ。あ、これはやっぱり俺らもう、いや自分らでやってるから分かることありますね。あるやろ、はい、あのこの耳の部分をちょっとやってあげることで入れやすいとか、はい、うん、ちょっとそういうノウハウは全部あのこれに入れるんで、はい、エアロが実際できたら、もし色付き商品とかで購入して実際につけるっていう時に困らないように、はい、全部やりますんで。あ、付け方みたいな、はい、その時にまたこのここをこうしてることによってっていう、はい、あのまた誰だら長い話、うん、その時させてください、はい、今は見ておきます、はい、今日今でも結構喋ってんじゃんこれ、多分40分ぐらいは。編集頼むで。頼みます。俺ちょっと無理やわ。はい、5分でございます。おい、もうちょい、もうちょいお前半分にしろよお前。いや、あの大丈夫、第1話、第2話、第3話。あ、そういうこと。はい、いや、あかん、そういう系はな、基本第1話しか見られへんから1話で完結してくれ。なるほど、うん、金曜ロードショー的な感じで終わらせて。あー、CM は挟んで大丈夫ですか。 CM はもう挟んでくれてもらう。悪いですね。いや、収益があるからこそお客様に還元できるっていう。ああ、そうですね、まあ、今回ちょっとプレイを手取り替えて倍の金額かかってるから、それは CM 挟まないとダメです。そうや、はい、うん、だから僕らこれ YouTube、 正直俺ほんまジル、俺うちのお客様とかやったら知ってると思うけど、はい、仕事終わってから家持って帰って嫁にやいや言われながら編集したりとか、それは何でかって言ったら、やっぱ楽しみにしてもらってるお客様がおるから、はい、やっぱりお届けしなあかんっていう。これ収益僕らあのもらってないですからね、対談も僕も。そうですね。そうや、はい、うん、それを貯めて何か面白いことできるんちゃうかっていうことで、はい、今回も大盤振る舞いできるん で、 そうです、ね、皆さんだからチャンネル登録、はい、あと高評価もやっぱ、うん、高評価も必要ですね、はい、僕らのモチベーションにつながるんです、それは。あ、頑張ろうってなりますもんね。あの、まあ、この動画はいいね100超えると思うね、はい、うん、いいね100超えんかったらもうあの今週2で動画載せてるんですけどね、はい、ちょっと週1に減ると思います。はい、モチベーションやからあれは。いや、ほんで多分動画の中での店長がちょっとテンション低いっていうのが出えへんかもしれん。出ない、もうタイ、あの動画撮りたいな。あ、マスカメラマンやるし、タイ喋っといて。はい、それかもう僕一人で自撮りして撮ってるから。ああ、ほんまやな、セルフ講師。はい、セルフ。ほんまやな。いいね100超えたらもう一回俺復活するから。ああ、超えるまで復活しないってことです。そう、皆さんだから、バローレン、僕らも愛してもらえるような、はい、ブランドにできるように頑張りますんで、はい、はい、皆さんこれからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。だから次は、エアロ関係の動画、ノアも今並行でやってるんで、はい、ノアができたらノアも公開するんですけど、牧師に関しては次切削終わって抜いての動画になると思います。うわー、はい、楽しいですね。また続編楽しみにしてもらえたらと思います。はい、ということで、今回はバローレのエアロ、はい、はい、デザインできたぞっていう動画でした。はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。